はい、こんにちは。途中のたけし農場です。これからね、田んぼに菜の花を摘みに行きます。で、まあ、短い道中なんですがね、お付き合いください。田んぼの風景なんかを撮りたいと思います。よいしょ。今日はね、予報では曇りの予報だったんですが、栃木県は薄曇りからちょっと今日差してますよね。思ったよりも天気の崩れは少ないのかな。まあ暖かくてお天道様が出てるっちのはいいよねこの時期で。やっぱりコロナでね気持ちが沈んでるんで、まあ、桜が咲いて暖かくなってね、まあ、だんだん明るい気持ちになれるのかななんてね思いますけど。はい、ここが県道です。これからねトラクターでここを何回か往復するんですけど、まあトラクターはね、まあこのくらいの道路だったらいいんですけど、あんまり走りたくないよねこういうところはね。結構幹線道路で、昔はここなかったんですよ。新しい道路なんでね、余計ね嫌ですよね。はい、ここを左に入ります。田んぼの方はね、ロータリー入っている田んぼ、まだこれからの田んぼいろいろですね。で、だいたいロータリー入ってる、田んぼがね黒くなってるところは営農集団です。上賀茂ファームで管理してる田んぼはほとんどロータリー入ってます。全体の7割8割営農集団じゃないかなこの辺はね。だから本当に将来的にね、営農集団がもしできなくなっちゃうと、7割8割の田んぼが耕作放棄地になっちゃうと。かといってね、40兆部一軒の農家がドーンと引き受けるってのもね結構難しいんじゃないかな。農機具の移動とかそういうのもあるからね。まあ先日ね竹志農場でちょっと大失敗作だったんだけど、キャリアカーでね、コンバイン運ぼうとしたらコンバイン下ろせなくなっちゃってねちょっと笑い話なんですけど、そういうコンバインとか田植え機はもう大きい農家はキャリアカーで運ぶような時代になっちゃうよね。ここね40ヘクタール飛び飛びにあるからね、1日で済むっていう作業じゃないだろうしね。そうすると何回かね、農機具を持ってきて、持ち返してっていうことになるとトレーラーじゃ厳しいよね。あと先ほど走った、県道なんかもね走んなくちゃならないんで、県道トレーラー引っ張ってね時速20キロとか30キロで走るっていうのは後ろから追突されるリスクが高いんでね、はい、ちょっと怖いのかななんて思ってます。はい、一応田んぼに現着でーす。一旦止めます。はい、前回ね草刈り機で、刈り倒した菜の花なんですけどね、小さい株は草丈の短い株はね、刈り取らなかったので、前回ね刈り取った後から出た花芽はね、多少残ってるんでこれからそれを摘みたいと思います。ウェラブルカメラをね持ってこようと思ってたんですけどね、しっかりなんか違うこと考えてて忘れました。はい、こんな感じでねちょっと残ってるんで、今からこの残った花芽こんな感じのをね、これはもう前回草丈が短くてね、刈り残したところなんで、こういうところの花芽をちょっと摘んでいきたいと思います。
あとここ以外にもね、あと1箇所あるんですよ実は。 そこはね、蓮華草を巻いたら、まあさすがに中国の生産地中国なんですけど蓮華草だよね、蓮華草の巻いたはずなのに菜の花が出てくるというねはいはい、毎年まあそれも楽しみなんですけどね、そのまあちょっとちらっと生えてる菜の花、田んぼの中なんですけどね、そんなのも摘みたいと思います。以上です。はい、一応ね今摘み終わりました。結構ありましたね。この小さいバケツですが軽くいっぱいありました。で、あと一箇所あるんでね、あと一箇所、菜の花を摘んでから家へ戻りたいと思います。はい、じゃあ、移動を開始したいと思います。どうしようかな、前へ進んで U ターンしてきた方が早いな。バックしてねその辺の溝に落っことしてたんじゃねえらい遠回りになっちゃうんで、もうね最近はね石橋を叩いても渡りません。以前ねちょっと枠をしようと思って田んぼの近くへ車を止めたらね、スタックして動けなくなって半日潰れたっていうのがありましたんでねもう慎重にやりましょう急がば回れというね、格言がありますからね、もう無理なことはしないです。で、結局ワンオペでやってるんでね、どうにもなんないんだよね。で、嫁呼んでもすぐ来ないしね、この間もね、スタックした時も嫁呼んだんですが、2日後でいいって言われたんで、そんなったらいいよって、2日もね、田んぼへ車置きっぱなしにできないんでねまあ自分でトラクター持ってきて引っ張っちゃったんですけどそういう能天気な嫁なんでねもう嫁の力は当てにできないし、まあ、やんなっちゃうよねよいしょ。あれ、暖房になってないよね。なんか車の中あったかくてねこんなにあったかいのか、一瞬今暖房になってるかちょっと確認しましたが、暖房にはなってませんでした。もう今の時期はもうちょっとあったかいと冷房欲しい日もありますよね。黒塗りやってあるところもあるんだな。電区はちょうど黒塗りやったんですね、上賀茂ファーム。多分ね、トラクターの移動の関係があるんで、ワンブロックワンブロック、道路から道路の間ワンブロック単位で やるみたいですよね。で、田植えなんかも、田植えっていうか作る品種もね、このブロックはコシヒカリ、このブロックは飼料用米とかね、そのブロックブロックで、分けてるみたいです。そうしないとね、コンバインとか田植え機があっち行ったこっち行ったでね、移動しなくてはならないんで、まあブロック単位で、品種をね決めちゃった方が効率的に動けますからね。はい、到着です。じゃ一旦止めます。はい、ここがね先ほど言っていた、レンゲ草の畑なんですけども、ここにね多分こう横から見ると分かるんですが、こう一本ね筋に巻いたように、菜の花がね咲いてるんですけど、これ決して、筋に巻いた、わけではなく、レンゲ草をねばらまきしましたら、たまたまこういうふうな
筋になって、菜の花が出てきたという不思議ですよね。これ中国の原産地がね、中国なんでね、かなりアバウトでね、レンゲソウなんですが、菜の花が毎年咲いてくるという田んぼです。で、これからね、ここの花芽を摘んでいきたいと思います。ここはね、もうナイフモアで刈り取ってしまうので、大きくなるまで放置です。はい、摘みを終わりましたのでね、これから、帰りたいと思います。今ね、車、後ろからね、車が来ちゃいましたんで慌てて出ました。ね、昔はね、田んぼ道も砂利道だった時代もあるんですよ。この辺は昭和43年に区画整理をやったんですけどね、その頃はね、砂利道でね、あまりこういうね、砂利道を走る車ってなかったんですが、今はね、どこの濃度もね、舗装されましたんで、縦横無尽にね、一般車両が入ってきます。まあ、農家にとっては迷惑なんですがね、まあ、町の税金とか県の税金、国の税金でね、舗装工事やってますので、まあ、しょうがないかなと一般公道ですからね入るなっていうわけにもいかないし、まあちょっとね、通り抜けっていうかね、通過車両だったらね、農家の車が止まってるときは一本脇の道、まあ200-300m 遠回りになっちゃうんですけど、まあそういうね、一本避けて通ってくれると非常にありがたいんですけどね。はい、ということで、自宅に戻ってきました。これで菜の花摘みは終了です。